MQR は日産自動車トルノーが共同開発した時期42.0リットルのコモンレールディーゼルエンジンである。ガソリンエンジンの場合、日産トルノーでは形式故障が変わるが、当エンジンを含めディーゼルの場合は日産車でも故障がルノー形式のままである。2005年、ルノーラグナ2代目に搭載されて初登場した後、2008年9月、 このエンジンをベースに排出する NOX を削減されたものが、エクストレール T31 型に搭載され、ポスト新長期規制に世界初対応した。燃焼効率の向上を実現し、さらにディーゼルパーティキュレートフィルターにより、排出ガス中のススの99%が取り除かれる。噴射圧1600バールのピエゾインジェクターを持ち、 173PS の高出力に加え、3.5リットル自然吸気、ガソリンエンジン並みの 36.7kgm、M という高トルクを、それぞれわずか 3750rpm と 2000rpm で発揮し、なおかつ低燃費を実現。騒音もガソリンエンジン同等に抑えられており、振動対策としてバランサーシャフトを備える。このエンジンを搭載した、 エクストレイル 20GT クリーンディーゼルは登場当初、日本国内において、ハイブリッドカー以外で、唯一の100%減税措置を享受できるエンジンであった。また、最大21万円のクリーンディーゼル自動車導入費補助金を受け取ることができた。ルノー社では、中型以上の車種を中心に搭載され、このエンジンを搭載した2代目、メガーヌルノースポールダシー175は、 ルノースポール市販車唯一のディーゼルモデルである。2014年に登場したエクストレール T32 のディーゼルモデルにはより新しい1.6リットルの R-QM エンジンが搭載されていたが、2017年のマイナーチェンジを機に再びこの MQR が搭載された。製造はフランスセーヌマリティーム県にあるルノーのクレオン工場で行われる。ルノー フッツクリオン工場へ3億ユーロ投資レスポンス。ありがとうございます。